アメリカ合衆国の典型的なスーパーセンター、ウォルマーと日本の典型的なスーパーセンター、ベーシアスーパーセンター玉作り店、スーパーセンターは、食料お品スーパー及びディスカウントストアを完全に一体化して、移植中すべてを扱うフルラインの売り場をワンフロアに収め、一箇所のレジにて集中して会計する総合スーパーの小売り業態の一種である。米国のウォルマート社が、 この業態の店舗をスーパーセンターと称したことが始まりである。時代に合わない商店街や総合スーパーに対して新世代の小売り形態として成長が期待される業態である。日本においてはスーパーマーケットとホームセンターを足したような店もスーパーセンターと呼ばれる。フランスのカルフールの主力業態であるハイパーマーケットの衣食中すべてを扱うワンフロア。 集中レジ方式を米国に導入して1万品目の食品と4万品目の非食品を扱う業態として展開したがうまくいかなかったため当時規模が競争における優位性に重要とされていたハイパーマーケット業態の食品と非食品のワンストップでの利便性であることに着目し売り場面積の調整や試食コーナーの開設を含む食品販売方法の改善 品揃えの拡充などを行って確立した業態である。そのため当初はウォルマートの業態のみを指す言葉であった。現在ウォルマートが展開しているスーパーセンターは売り場面積1から2万平方メートルに移植重フルラインの約10万品目をワンフロア、集中レジ方式で扱ってコストを引き下げ毎日同じ低価格で提供する。 エブリデイロープライスを実現している。このワンフロアという特徴により、店舗建設費の削減につながるほか、全店で一箇所のレジで管理可能となるため、多層階の総合スーパーより、顧客の売り場全体への誘導がスムーズで、移植中全般にまたがる幅広い品目の買い回りにつながると同時に、 人件費を含むランニングコストも下がり、それが低価格と利便性を両立させて競争力が高まる、好循環を生んでいる。こうした特性を実現する、ワンフロア1から2万平方メートルに移植重フルラインという業態であることから、土地代の安いことを必要とする地方の郊外に立地するのが通例で、その中で成り立つよう米国で3の5万人。 日本で3の10万人程度の証券人口で成り立つ、小証券の大型小売店となるような、商品構成の工夫が必要なため、米国のウォルマート、K マートや、日本のプラント、A、Z スーパーセンター、ベーシアのような地方や郊外に拠点を置き、その生活習慣に詳しい企業が成功することが多い。人口密度の低い地方で有効な衣食住の、 フルラインの店舗を地下の安さを生かしたワンフロア集中レジ方式という低コストのフォーマットはフランスの学者ルネ・ユーリックが提唱した小さな街には大きく作れ大きな街には小さく作れの前半部小さな街には大きく作れを具体化したものと言える従来型の DMS と呼ばれる総合スーパーに代わるものとして注目を集め ウォルマートの子会社化した声優やイオンなども参入しているが、イオンが2010年までに100点体制とすると、していたのを達成できず、一部では逆に、スーパーセンターとして開業した店舗を別形態のディスカウントストアに業態転換して撤退する例が見られるほか、ホームセンターから参入したジョイのように生鮮食料品などの日持ちのしない、食品の在庫管理に失敗して撤退。 またスーパーセンターの国内での先駆けで、福島県を中心に展開していた富士越も経営が悪化し、最終的にはヨークベニマルに吸収され転換するなど、日本全体ではまだ従来型の総合スーパーにとって変わるほどの定着は見られないが、反面、ホームセンターから参入したメンハンホームエイドは、各地の店舗を業態転換させたり新規開店を行って、 店舗数を増やし、2006年度には売上高伸び率が、長野県内の大手小売業者で最大を記録するなど、経営戦略によっては地域に根付いて成功している例もある。スーパーセンターの特徴としては、以下の特徴がある。ありがとうございます。